はいどうも、翔平 TV です。本日はラガーズ初試合です。相手はプレジデントさんです。ではまず1回からいきましょう。先発ピッチャーは谷田くん、良平の幼馴染ですね。まず最初はファーストゴロでアウト。翔平 TV はですねファーストにいます。そして2人目は、はい、まずスライダーで三振と、ナイスボール。そしてお次はフォアボール。はい、ツーアウトになってからですねコントロールが乱れまして、お次のバッターもデッドボールとなりまして、ツーアウトランナー1、2塁です。そして左バッターの次のバッターにもデッドボール。そして満塁で、はい、制球が急にですね乱れてしまいまして、全然ボールが入んないですね。で最後にデッドボール連続となってしまいまして、押し出しで1点。そしてお次のバッターは変化球で空振りで三振。内容的にはちょっとねまずいかなと思います。そしてラガーズの攻撃、1番柴田さんです。さあ俊足ですよ。はい、まずセカンドゴロ。お、やった。これはですねギリギリアウトとなりました。そして2番松井くんです。山村学園出身でセンスのあるね松井君、はい、落ちまして、はい、そしてツーベースとなります。ナイスバッティング、足も速いですよ、素晴らしい。そして3番小松さん、はい、こちらもセカンドゴロアウトとなりまして、ツーアウトランナー3塁ですね。そして4番の高橋さん打ちまして、レフトの方に上がりまして、フライでアウトとなります。はい、そして2回です。さあ先発谷田くんが相変わらずフォアボール。そしてお次バッター下、はい、これキャッチャーの桑原くんがですねフォアボール出したランナーを三振アウトにしました。そしてお次のバッター変化球で三振と、これで良くなってきましたかね。はい、お次こちらも低めですがストライクとなりまして三振、これはチェンジとなります。そしてラガーズの攻撃、5番翔平ですね、はい、加入して初打席ですね。まだねユニフォームがないってことでね、まあ普段と同じ服ですね。ちなみにピッチャーはね元 MC というねチームの、同じチームでしたね、佐藤さんって言います。もう何年前ですかね、5、6年前に一緒にやってましたね。あ、それだよね。はい、佐藤さんはですね横から投げたり上から投げたりもう自由に投げれて、でコントロールがとにかく良くてスライダーも曲がるし、はい、これ打たされまして、はい、ショートゴロ、僕の鈍足でアウトと、ギリギリアウト。そして6番神田さんです。はい、こちらうまくライトに打って、はい、ライト前ヒットです、ナイスバッティング。そして7番の谷田君は空振り三振と、そして8番北野君は、はい、泳いじゃってね、はい、無失点で3回いきます。3回、さあ谷田君頑張って、はい、まさかのね立ち直りました、三振ですよ。はい、次セカンドフライですかね、はい、アウト、ツーアウト。そしてお次のバッター、はい、こちら変化球で3人ピシャリ、素晴らしい。そしてラガーズ攻撃、9番のオリブさんがピッチャーゴロ、はい、そして10番の桑原くんキャッチャーですね、キャッチャー、ナイスバッティング、いいですね、レフト前ヒットです、素晴らしい。彼はね翔平 TV のねイベントにも来てますよ。そして1番柴田さん、はい、桑原くん走った、これはセーフにならずと、はい、さっきね盗塁刺したんでね今度刺されちゃいましたね。そして柴田さんはフォアボール、
そして2番の松井くん、さっき言ってますよ、センス抜群松井くん、キント、ナイスバッティング、センター前ヒットですね。はい、これでランナー1、2塁です。そして3番小松さんは打たされちゃいましてね、ピッチャーゴロ、チェンジとなりました。1本出ず、なかなか点入りませんね。で4回谷野くんピッチャー、はい、これもね、まあ、フォアボールですね。コントロールがちょっとね課題ですね。はい、お次、はい、これ来たの取れんだろうがと思いましたけど、はい、両平がすごい煽ってますね。はい、さあお次、こちら次のバッターがですね、左中間にね打ちましたね。はい、これで満塁となります。大ピンチです。いや、本当センターの柴田さんが本当いいですね。はい、どうぞ次の、はい、さっきね三振されたバッターがまさかのセンターオーバーということで、はい、これはまさかのランニングホームランとなりまして、一挙4点取られてしまいます。はい、やっぱフォアボールがねすごいね大事ですね、出さないことが。そして谷田くん、はい、これ変化球で三振と立ち直ってほしいですね。はい、はい、これはファーストフライで翔平しっかり取って、強め投げてよ、しっかりしろっつって強め投げました。はい、バッター佐藤さん、フォアボールとなります。さあ、お次のバッターは、はい、こちら谷田選手、何本出すんだ今日は、頼むぜ。はい、キャッチャー頑張れ、ナイスキャッチャー。はい、盗塁阻止をしてピッチャーを助けました。はい、さあ4番の高橋さんです。パキーンと右中間破って、ナイスバッティングです。はい、ツーベースですか、ツーベース、ナイスバッティング。その後ね、翔平なんですけどね、ちょっと自信ないですね。はい、もう短く持ってます。はい、これスライダーで三振取ってしまいました。6番神田さんです。はい、神田さんもインコースのまっすぐ空振り三振。そして代打岡崎さんがセンター前に運んで、これはいけるか、いけるか、これ4ついけるか、4つ、オッケー、なんとか1点を返します。はい、で6番北野くんはカーンと打ちまして、落ちるかと思いましたが、レフトがナイスプレーをしました。はい、今回はここまで。次回良平が登板をして荒らしてしまいます。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあるでしょう。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人と行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、パワー自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております、はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。
ショウヘイ TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。